が綺麗。違う方に行っちゃってる気がする。あーやべ、最悪やんこれ。ゲットした岩手産のマッシュルーム、かわいい。シャドークイーンっていう品種のジャガイモらしいんですけど、中まで紫色らしい。なんか輝いてる。うわーすごー、こんなだよ。これはすごい。ラスト鮭、すごい、めっちゃ綺麗。他の具材にこの紫色が侵食するかなと思ったんですけど、一緒に炒めてもなんか大丈夫そう。この真っ白のマッシュルームでさえ大丈夫だから。取れてなかった。今塩コショウとあとドライハーブのタイムを入れました。鮭と野菜のハーブ炒めです。美味しそう。ラスト鮭ですよ。いや本当に美味しくいただきましたね、この鮭。いただきます。もう安定のうまい、うん、初めて食べる。いただきます。おーホクホク、めっちゃ芋。今日本当に色とりどりな食卓になりましたね。こちらはまだあるんですよ。毎日いくらご飯とか。すごい贅沢だよ。
2時間ぐらい行ったところにある朝霞サービスエリアっていうところまで行きたいと思ってます。というのが、朝霞サービスエリアにはコインシャワーがあるんですね。なのでそこでちょっとさっぱりしてから寝ようかなと思います。絶対ないと思ってた。わあ、10分で200円。今の車内気温28度でね、結構暑めなんですけど、多分この後は涼しくなると見た。外歩くと結構風が涼しいので、セミが鳴いてますね。北海道、東北はもう秋の気配だったのに。山ご飯を作る時用のサバ缶をゲットしました。あと3時間以上もあるからゆっくり行こう。33度、高いね。食材はあるので
車内で料理してお昼食べようと思ってたんですけど、ここで料理したらドライサウナ状態になりそうなので、サービスエリア内でお食事しようと思います。ラーメンです。あ、サノラーメンか。サノラーメン。やば、やばいやばいやばい。車内温度が40度超えしてる。こういう時レストランありがたいですね。自炊もいいんだけども。東京都、やっと。